こんにちは、のぶです。では484日目、左足逆足ニーストールチャレンジ連続10秒、今日もニーストールやっていきたいと思います。ということで早速なんですけど、今から4分間ですね、やっていきます。ではやっていきます。おはようございます。ではやっていきたいと思います。4秒ですかね、今。4秒、結構今日は4秒が多いですね。あ、6秒、最後。いやでも今日結構なんかいい感じでした。4秒が結構何回もあったし、最後6秒いきました。なのでまあやっぱりこうやっぱ腹筋に力を入れてこう安定我慢というか持ちこたえる、そしてボールの動きによってこうちょっとこう合わせていくと秒数も結構
結構いったのかなと思いました。はい、ということで今日はこの辺にで今日はおしまいにしたいと思います。でまた次も、まあ、諦めないで頑張っていきたいと思います。では、4月、まあ、後半くらいに入ってきまして、なかなか、まあ、気温の変化だったりとか天気がね晴れたり雨だったりとか多くて、ちょっと皆さんのリズムも大変だと思いますけど、お互いに頑張っていきましょう。でもし何かあったらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。